せーの、マリンポッポです。はい、今日はふうに彼氏ができない理由、それを完全再現してみました。イエイ。もうだってさ、3、4年いないよ私。そうですね、そろそろちょっといてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、この後の VTR を見てもらったら分かると思うんですけど、本当にとんでもない恐怖な女ですよ、あなたは。そんなことないよ。本当に変わらないと、もうやっていけないですよ。絶対普通やって。はい、まあそんな感じで、VTR、どうぞ。疲れた、今日も。疲れたな。明日朝早い？明日早い。早い？うん。何時？7時やん。7時？うん。大丈夫、ありがとう。大丈夫か。はい、よし、よし、あの、寝ようか。よし、まあまあまあ、背中向けられて寝るんはまあちょっと寂しい。やろ、分かる。寂しいけど、こんな怒ることではないと思う。だってさ、別に背中向けんでいい話やん、そもそも。いや、そんな寝る前のあの携帯を渡す、もうあれとかもめっちゃ嫌。あんた逆にさ、携帯はいみたいな言われると預けれる？無理やで。そういうとこよ。そういうとこよ。ちゃうねん、多分もうこんなトラウマやって、トラウマが生み出した行動やねんって。過去に何あったん？過去に、あんたも知ってるやん、過去に。過去に何があったん？いろいろあったんよ、一人の男性がもうすごいことをしてきたから、風に。そうね。で、そのトラウマがあるから信用できひんねん、男性を。もう結構昔のことよ、それも。いや、昔やけど、された側ってほんまに忘れへんの。まあやな、確かに。そう、風は多分一生頭の中にある、それは。まあ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 、まあまあ、これはまあ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 、分かるやろ。もう分かりはしやんけど、次行きましょう。電話でも遅い。なんですぐ電話でやんの？どこおる今？誰とおるの？絶対おらんやろ。いや、だってさ、いつもさ、時計つけてさ、写真を撮ってくるのに今日ないやん、時計。おかしいやん。浮気してるやん。ふうのこと好きじゃないの？冷めた？いつでやったらじゃあもう今すぐ送ってきてやん。ちゃんと時計もつけて送ってきて。一緒におる人と。これは怖い。なんでこれは怖い。何、時計を一緒に送らなあかんて。え、だってさ、その時撮った写真送られてきたとしてもさ、いつの写真か分からへん。じゃあもうそれは信じるしかないよ。写真送ってくれてるだけさ、ありがたいことよ。何、いちいちわざわざカシャみたいな。いや、こんな時計やったらあかへんよ。ちゃんと日付とあの自動のやつ
ちゃんと。え、ちょっと待って、これは普通なん、ほんまに。これコメントに欲しい。次行きましょう。プリンパッパです。はい、最近今日はめっちゃ可愛いな。めっちゃ可愛いな。めっちゃ可愛いな。こっちがタイプ。俺は右やん。右、うん、マジ絶対左じゃない。右の子可愛い。いい、左の子可愛いになりたい。めっちゃめっちゃタイプよ。私は言いたい。もうこれ絶対もっと上がっていくんで、 YouTube。 マジかわいい。はいはい、私は最近着きました。ね、ふうなも先生で懐かしすぎ。懐かしい。ふうな基本さ、駄菓子めっちゃ好きやんか。ちょっと待って、仕事の仕事の仕事の今一緒に飲んでる。手出そうなんでよくない。ちょっと待って。あ、もうふうのこと好きちゃうねんな。もうふうちゃうから、ごめん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 。一緒に趣味を共有してんねんから。でも別にこの男の人はマリンパップも好きじゃない。あ、フーが押し付けってこと。そう、押し付けやんな。いや、フーの好きなことは好きになればいい。こんな女嫌だきついよこの女。そんな言うこと。次行きましょう。なあ、何しに携帯持ってってるん。なあ、何かしてるやろ。なあって何かしてるやろ。なあ、別れたいん。なあ、何もしてないって。なんで携帯持っていくん。ちょ、もう早く。ごめん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 。寒いかなもうこれは恐怖。寒いな。恐怖よ。何が。いやいや、こんな女。なんで。何が。怖いわ。何が怖いの。こんなんど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 ん。いやいや。そんな携帯持っていくから。なんで携帯持っていったらあかんの。いや、携帯持ってたら浮気過去やから。こんな。逆になんで携帯持っていくの。持っていく。え、まず持っていく。なんで持っていくの。トイレするだけやねんて。なんで携帯持っていくの。えぇ、めでちゃん。いや、待って。ええー、確かにそう言われたらそうやけど、そう言われたら確かにそうやねんけど、確かに。でもこれは、まあ、トイレになんで携帯持っていくんって言われたら確かに分からん。いやー、これはあかんで。それを防がへんと意味わからんことが起きるから。起きたし、実際こういうのを全部見て見ぬふりをしたら意味わからへんことが起きたの。そうやな。やろ。そうやな。すごいこと起きたから。すごいこと起きたの。ちょっと言わんとき言わんとき。はい、次行きましょう。ただいま。おかえり。あー、疲れた。お仕事お疲れ様。うん、寒かった。うん。今日何食べる。今日何食べようか。カレーとかする。カレー、いいよ。な、携帯なの。ごめん。うん、好きじゃない。好き。何飲む。コーヒー。コーヒに。何があかんのかわからない。ええ、こっち。ええ、わからん。こっちわからへん。うん、普通に携帯裏向きなんかありへんぐらい。いや、そんなさ、もう意識して携帯なんか置かんから。だってな、そもそもさ、 iPhone カバーってさ、携帯を守るために買ってつけるやん。うんうんうん、その iPhone カバーが上向いてるなんて役割果たしてないから。いや、もうあんたちょっとやりすぎやは。なんでこの人もうかわいそう。これもダメ。
うん、浮気じゃなくたとしても、やましいことがある、携帯内に。え、これってそうなん？そうよ、絶対そう。でもこれはフー、もともとな、フーの元彼がそれを言ってきて、フーが裏向けてた時にやましいことあんねんなって言ってきて、だからフーは、あ、その時、まあ実際さ、ちょっとさ、やましいことがちょっとです。でもその時のやましいことって、ほんまちょっとなんか異性と連絡取ってたぐらい、まあやましいやん、フーからしたらすっごいやましいことやったから、あ、これってあかんねんや、無意識にとってもうてんねんやと思って、そっから疑うようになった。だから結局自分がそうやったから、それを次にもかすんでいってるだけで、全員がそうとは限らんから、自分がそうやっただけやねん。いや、そうやで、そうやけど、ふーちゃんもう変わっていかないと。それは何年前の話なの？4年前とか。大人にならな、そのまんまじゃダメよ、ほんとに。この子だって別に子供じゃなくない？いやー、そこまで細かく言ってたらもう男は嫌になるよ。じゃあふーは大人になりたくありません？子供のままでいてとー、もうスタートした。来週さ、どっかで海から行こうよ。いいよ。みたいな、だからそれがあった方がいいんよ。なんでよ、そんな思うがままに生きてたらいいやん。
あはいはいはい、それ多分ね、だって別にそれで嫌われるんやったら別にそれでいいし、嫌われたらいいし、それほどのもんやっていいの、うん、だから30歳40歳50歳になってお前、まあなたは一人でおることになりますよ、本当にそんなこと言ってたら。皆さんこちらまで募集してます、こちらも多分ほんまに誰も来へん、もう多分3年間おらんけん、これから4年5年6年これも見た人はもっと嫌になる。カツにしようこれ当たり前ねん、この VTR って風からしたら。確かに確かに、まあ、だからしたら当たり前のことやから、え、何がなんて、普通やんみたいな感覚やねんな。でもまあまあ、これはまなみはまあ、普通じゃなりませんって。これを、だから視聴者さんたちはどうなんかっていうのを、確かにコメント、このコメントにもらって、ちょっとあんたも、まあダメなところはそのコメントを読んで直していったらいいと思う。いやでもさ、直らんって。いや、直していかないと。はい。そんな感じで、ふーちゃんの彼氏できない理由でした。高評価、チャンネル登録、拡散の方よろしくお願いします。バイバーイ。コメントもしてね、今日ちょっとみんな知りたいの、どんなんか。